いやー、今日は天気いいんで空気の入れ替えしてます。窓も全開ですね。あと今日ね、あのキックのレガースが届いたよ。あのさっきなんだけど、キックボクシング用のこれスネ当てが届きましたね。こういう感じか、うん、スネ当て、これを足に巻きつけてガードするっていうやつですね。アンドロイドも更新した。へえ、じゃあだいぶ良くなってるはずなんだけどね。ここの運営さんはすごい頑張ってるよ。最近ね、放送が全然やる気になれなくてしばらくお休みいただいてました。どうもご心配おかけしました。なんか乗らなくてさ、モチベーションが。配信やるテンションになかなかなれなかったんだよね。だから3日ぐらい休んでたのかな。3日ぶりぐらい。ダメだわ。初見さん、え、サファイアさん、初見さんじゃない気がするけどな。サファイアさんね、一回コメント打ってくれた気がするよ。ドレさんのリスナーさんだよね。あれ違うかな、俺がドレさんのところでコメント打ってたから、その時見かけた人かな。うん、俺サファイアさん知ってるよ。どうもどうも、来てくれてありがとう。フォローもしてくれてたよね。はい、ワード2ステアカいらっしゃい。なんかドレさんも最近放送やってなかったみたいだよね。なんでかわかんないけど、明日ドレさんとコラボの予定なんだけど大丈夫なのかな。連絡来ないんだよね。お、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、すげえ、なんだこれ。サボちゃんアイテムありがとう。何これ、サボちゃん何これ、新しいアイテム、なんだこれ。宝石、宝石を使ってくれた。うわー、ありがとうサボちゃん。サボちゃんありがとうございます。サボちゃんありがとう。お菓子プレゼントありがとう。何のアイテムなんだろう。宝石、ありがとうありがとう。うん、宝石なんだ。お菓子プレゼントありがとう。マキルさんお菓子プレゼントありがとう。サボちゃんお菓子プレゼントありがとう。たくみさんお菓子プレゼントありがとう。花束もあんの。花束ありがとう。いや、のんたんからさ、この前で電話が来てさ、電話つうかメールが来たの、仕事中に。昨日かな、昨日仕事中にメールが来て、なんか、サボちゃんと付き合ってるでしょとか言われて、はっつって、何の話って言って、もう仕事中だったんだけど、休憩時間に何の話って聞いたら、なんか、サボちゃんと和道さんは付き合ってるんだって言って、また始まって、始まったなぁと思って。で、何の話か全然わかんないから、何の話をしてんのか教えてっつったら、なんか、なんだアンチのポンプかとか言って、また2ちゃんっつって、あのね、2チャンネル見てるやつな、2チャンネルに書き込むやつなんかクズしかいないんだから、そんなの読まない方がいいよって言って、うん、いやもうロックオンされてるからね。いやもうなんか変なメールとか来てもあれだよ。あの、でもそれはちゃんと誤解だよっていうのは本人分かってくれたから。そんなさ、俺会ったこともない人とどうやって浮気すんだよっていう。バカ5個プレゼントありがとう。5個ありがとうございます。ゴルゴありがとう。そう、すげえなと思って。勘ぐられんのすごい嫌いだからさ。あのね、あの俺はね、浮気したら浮気したっていうタイプです。うん、今日ヨッサンふわっち来た。あ、予想通りだね。予言通りでしたね。うん、ヨッサンは絶対来ると思ってた。ヨッサンは来ますよ。で、多分ね、メインになると思うよ。もうね、あの、あれ？チャンネルバンされたんだっけ、ヨッサンって。カエルさんはどっち？
もうニコ生に未来ないから、本当に。ガラケンさんいらっしゃい。なんだろう、見てて辛くなる。見てて辛くなるかな。なんか多分彼なりに思うところがあるんだろうね。その石野くんって言って、ずっと1ヶ月間ぐらい一緒に生活してた子がいるんだけど、2年ぶりぐらい、1年ぶりか2年ぶりぐらいに生主復活してるんだけど、ずっともうこの2週間ぐらい無言なんだよね。一言も喋ってないんだけど、なんか彼なりにね、考えがあるんだと思います。よっさん盛り上がってたんだ。まあよっさん来たら盛り上がるでしょ。マッコイさんいらっしゃい。メクロさんお久しぶりです。どうもどうも。まあよっさんはふわっち向いてるよ、正直言うと向いてます。3倍おーおかしい。3倍おめでとう、サボちゃん。テレパシーね。俺だけどね、彼はね、喋ったらめちゃめちゃ面白いんだよ。俺本当に才能を感じた生主、年下で、あ、こいつが本気になったら絶対勝てないなっていう生主2人いるんだけど、才能のある生主、あの石野康介っていう、その石野先生と、あと柏木だったの。この2人のポテンシャルは本当に評価してた。ただやっぱりキャリアが長い分、あ、ここ直したらいいのになっていうのは多々ある、また3倍は、石野全く喋らない。まあしょうがないよ、それは見守ってあげないと。はい、ワード2、亀尾さんいらっしゃい。俺もちょいちょい見るけど、一言も喋ってないし。ほら、スタイルっていうのは人それぞれだしさ、人がとやかく言うもんじゃないですよ。彼には彼のやり方があるわけだし。でも、これ、うぬぼれていいっすか？ちょっと。ちょっとうぬぼれてもいい？ちょっとうぬぼれていいっすか？いろんな人がふわっちやる原因、多分、俺って結構あると思うよ。これはマジで。多分一番でかい影響力持ってるのアイラなんだよ。アイラが700万っていうのは、多分いろんなところで俺もやってみようと思ったけど、え？和道もやってるの？和道も稼げてるの？っていうことで敷居が下がった部分ってかなりあると思う。これマジで。メモレイとか、川崎洋平とか、あと、まあ、石野くんもそうだと思うけど、和道で稼げるんだったらやってみようみたいなのあると思うよ、正直。外部から人来てんののきっかけどうだろう。和道が米打っても喋らないのか。俺一番最初の枠に行ったんだよ。もうすぐ情報来て、一緒やってるよっつって、で久しぶり元気って送ったけど、仕方されたからそっから打たないようにしてる。いや絶対俺あると思うよ。和道アイラとかだと700万っていう遠くなるんだけど、和道であんだけ稼げてんだったら、俺も稼げるだろうっていうね、ちょっとね、敷居が甘くなった部分絶対あると思う。だから貢献してますよ。絶対。だけど、その辺から入ってきてる生主みんな苦戦してるよね。カブニートさんはこつ。俺もいけるかもって。絶対なったなった。絶対それはあると思う。風船ありがとう。マッコイさん、バーガーありがとう。だけどね、ふわっち攻略にはね、実はね、テクニックがいるんですよ。たまたま俺の場合、配信スタイルがふわっちと合ってたんだけど、ふわっち攻略はね、できてる人少ない。トムも悩んでた。結局、ニコ生のノリをやると嫌われるんだよ。だって、トムがだよ、ニコ生で囲われまくってて、アンチコメントゼロのトムが、袋叩きにされてたんだもん。この失礼な野郎だな、とか言って。礼儀がなってないとか、すっごいアンチコメントだったの、ふわっちで。要は普通に会話を楽しむ人が多いのに、ニコ生のノリで煽ったりとかするのよ。金梅さんですら煽らないでしょ。鮫島さんでもリスナーさんに煽らないんだよ。だからね、ニコ生の文化っていうのがいかに古いかっていうのを思い知らされるよ。そう、機関車トムじゃないよ、仮設2号機だよ。仮設5号機もしくはガンタンク。トムと仲いいんだよ俺。沖縄配信行ったらトムに会おうと思ってる。和道さんが行けるならって言ってる配信者、実際にいたよ、誰か忘れたけど、多分いると思うよ。で、思ってたよりも辛いっていう。要はね、閲覧集めるのはあいつら上手いんだけど、囲われるのが苦手なんだよ。もうね、敵を作ってなんぼっていう癖がついてるから。あれはね、ちょっともったいないなと思う。こいつら全員稼げんのになっていう。無理無理無理。ニコ生の、だからね、キャスを一回経由してるやつは強いの。うまくいってる、ふわっちで成功してるやつって、ニコ生からキャス行って、キャスの囲われ方を知ってからふわっちに来るから分かってるのよ。だからね、そう、ふわっちを経由して経験してるっていうのが俺の中ででかいなと思った。
だからニコ生からダイレクトに来たやつってみんなね、ダメなんだよ。これはね、俺の配信論でね、多分ね、和道の言ってる通りだよって思うはず。もう分析に関しては、すごい得意だから。結構的を得てるし、誰がいつの時期に来るとか全部当ててるから。で、こいつは盛り上がるって言ったやつ。だから、リナネコも売れるよっつったら予言通りだったでしょ。リナネコ、アクティブ10ぐらいの頃から、あ、お前売れるよって本人に言ってたの。で、こういう風にやりなって。俺が売れるって言った配信者全員売れてるから。ふわっち、いやよない。そう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 。ターリーさんっていう方わかんないですね。ただね、俺がね、意外だったのが、センバが強い。センバはあいつ、ね、ハマった。センバさんはね、本当にうまいと思った。お金稼ぐ系が雑談系を楽しむかで分かれるよね。ツイキャスの、万連中のオアシスってことを理解してる人は強い。あのね、一番最初は、ツイキャス万のたまり場だったんだけど、もうその文化なくなったよ。もう要はお金を稼ぐのがメインになってる。亀尾さん。医者店さん、初コメありがとう。ロムってました。ぜひぜひ、ロム線でも大丈夫ですよ。挨拶だけしてくれると嬉しいです。放送を見るタイミングと放送を抜けるタイミングで挨拶だけしてくれるとすごい嬉しいんで、どんな人が見てるなっていうのか分かるんで。今日の客層こんな感じだから、こんなトークしようとかね。ワド変わったもんな。いや、俺変わってないよ、実は。千葉さんうまいよね。千葉さんはハマったね、本当に。千葉さんは再評価された感じ。あと FC2 の客層をごそっと持ってきたから、あの人は結構ね、 FC2 界隈の功労者ですよ。おー、はるみちゃん久しぶり。コメントも意外と気使ってるわ。そりゃそうでしょ。あのね、これね、実はね、株にいいと面白いこと言ってて、ニコ生がなんで廃れたのにすごい直結してるんだけど、インターネットの文化って、なんだろう、言いたいこと、要は感情に任せて、レスポンスを早く言いたいこと言うと、言葉って雑になるものじゃないですか。それをね、若い子たちとかネットの文化の人って本音だと捉えてるの。これ、大間違いだから。本音ではないんですよ。ただ言いたいことを言うことは本音じゃない。これはね、昔から俺言ってる。で、どちらかっていうと、人間との会話っていうのは、その人がどんな顔をして、どんな生き方をして、どんな顔つきをして、どんな経験をしてきたからこの言葉に説得力ある、ないって判断するんだよ。だから、サムネとか名前を残すのっていうのは、普通の発言として普通の感覚なの。ただ、インターネットの面白かったところっていうのは、匿名って言って、それらを伏せて言いたいことを言えるから、それが本音っぽくなってただけで、本音でも何でもないのね。だけど、それが通用してて、本音っぽく聞こえてて、面白かったっていうのが2チャンネルとニコ生なんですよ。ただね、結局本質じゃないから、そこは。なんだ、こいつら言いたいこと言ってるだけじゃんって。本音じゃなくて、好き勝手言ってるだけだから無責任な発言なんだっていうのに気づいたんだよ。ネットの民の人たち。っていうのも、小さい枠の中、ネットの世界だけっていう風に考えると、楽園だったの。パラダイスだったの。だけど、これだけスマートフォンが普及して、一般人もネットを使うようになってくると、それって異文化なんだよ。なんだ、こいつら気持ち悪い奴らじゃんって。要はね、もうね、キャズムを超えたっていう表現をするんだけど、キャズムを超えるっていうのは、なんだっけ、IT の専門用語なんだけど、マーケティング用語なんだけど、ジェフリー・ムーアさんっていう人が書いた、キャズムっていう本で、多分ね、20年ぐらい前の本かな。10年か20年前の本だから読んでみるといいけど、要はね、一般大衆まで落とし込んだコンテンツっていうのはね、もうそれが通用しない。ニコニコ動画自体も人気なくなってる気がする。ニコニコ動画、要はね、スケールフリービジネスモデルがね、適用されなかったんだよ。難しい話するとお前ら黙るよね。小難しい専門用語出すとお前ら黙るよな。やめようやめよう。おたけさんこんにちは。聞き物として毒がないとダメよね。あー、すごい、正解です。サブカルからメインストリートに変わる過疎期なのかもね。いや、っていうかね、もうサブカルだと思ってたのが、もうメインストリートにとっくになってるよ。それはね、ツイキャスの普及率を見たときに、あ、これはもうメインストリートだなと思った。ニコ生はね、結局サブカルなんだよ。ニコ生はサブカル。医者店ありがとう。リナネコはね、ただね、ちょっと最近まずいなと思ってきたのが、あいつ中堅で止まるかもしんない。なんでかっていうと、閲覧稼ぎで、下ネタとかね、そっち側に寄ってるから、要はね、敵作るやり方覚えちゃったんだよ。うまみ覚えて。リナネコはね、多分俺と同じぐらいで止まっちゃう可能性があるから、もったいないなと思ってる。やめてくれ、なんだよ、マーケティングってってコメントを。あ、でもね、ちゃんとね、勉強すると面白いよ。Google とかがやってる
マーケティングとか全部、Google がなぜこれをやってるのかとか、Facebook がなぜこれをやってるのか、Twitter がなぜこれをやってるのかっていうのって、あいつらって超頭のいい、もうマーケットとかの理論とかをバリバリにこなしてる、要は、なんつうんだろう、学問としてちゃんと収めてる人たちが経営してるでしょ。だから、そういうのを覚えておくとすごくいいよ。一番有名な例は、Facebook のいいねボタン。Twitter だとハートマークなんだけど、あれってなんで生まれたかっていう話していい？じゃあ。あれがなんで導入されたのか。なんでかわかる？その話してもいいですか？つまらなくなるんだったらやめる、その話は。聞きたい？これって、非言語化って言うんだけど、ビジネスモデルの名前としては非言語化って言うんですよ。ちょっと書こうか。非言語化。これです。この非言語化っていうのが世界的な課題になっていて、要は Facebook とか Twitter とかインターネットの傾向を見ていくと、要は国籍っていうのを飛び越えていく特性があるっていうふうなことに気づき始めたと。で、そこで一番、課題になっていくのは言語化。要は国籍の壁であったり言語の壁だったの。だけど、いいねボタンっていうのって、あれ言葉なのに絵文字でしょ？これって世界共通なのわかる？いいねバットって。要は、言葉必要ないんじゃないのっていうのに気づき始めたの。それはなんで生まれたかっていうと、その前段階に、前までは文字で、やり取りをしてたのが、写真とかに移行していったでしょ？写真とか動画って。で、音楽とか、お笑いとか、そういう短いバインみたいな動画って、いいねとかバットって外人でもわかるんだよ。それわかる？そうすると、世界に対するコンテンツっていうのを打てるの。だから、この非言語化ビジネスっていうのがいろいろもう最先端になってるんだけど、例えば、非言語化っていうと、例えば、Chrome 使ってる人手を挙げて。Chrome、Google のブラウザの Chrome っていうのを使ってる人。Facebook は思いっきりロックフェラー。寂しかったですよ。どうしてるのかなって思ってた。ちょっと休憩してた。みんな使ってるかな？そしたらさ、ブックマークすると上の方にタグができるでしょ。花火ありがとう。サーバちゃんいつもありがとう。ここの上の方にさ、ブックマーク入れるとさ、なんつうの、サイトのタグが出てくるでしょ。あれも非言語化。あと、アプリってさ、iPhone になってからなんだけど、そのアイコンっていうのが導入されて、アイコンをタップすると、このアプリが起動するっていう風になってるでしょ。要は、昔のアイモードとか、携帯電話触ってる人だったらわかるけど、言葉での説明が書いてあったはずなの。商品の名前とか。あれを全部取っ払ってるのも非言語化っていうもの。だからね、俺らが知らない間に、便利だなって自然とやってるものっていうのは、実はこの非言語化っていうのがどんどん進んでるの。面白いでしょ？そう。あとはスケールフリーって言って、マネタイズ、ビジネスっていうのはお金をどう落とし込んでいくのか、どう儲けるのかが勝負なんだけど、そこで、一番ね、タブーとされてた無料で配るっていうのがインターネット得意なんですよ。誰だっけな、ビル・ゲイツか誰かが言ったんだけど、インターネットって何に一番向いてるサイトかっていうと、人の商品をコピーして、世界中にばらまくのが一番向いてるツールだって言われてんの。ビル・ゲイツが確か言ったんだと思う。ちょっと間違ってたらごめんね。結構 IT の有名な人が言ってて、インターネットってどういうことに向いてるツールなんですかって。ああ、ただで盗んで、ただで世界中にばらまくのが向いてんだよって。だから、インターネットの世界っていうのは、価格破壊を起こすのに向いてるっていう風に言われてる。オジンガー Z さんありがとう。もしよかったらフォローしてください。いいねボタンでビッグデータの集めやすさにも貢献してるしね。ビッグデータのね、集めやすさの貢献じゃないんですよ。あれは実は、YouTube とか Facebook とかが何がやりたいのかっていう経営者の側に立つとわかるんだけど、他の外部サイトに行ってほしくないの、で、そのサイトにいかにコミットメントするのかっていうことにこだわっていて、コミットメントっていうのは要はそのサイトを洗脳する、そのサイトにいつまでも居続けるっていうことにこだわってるのね。だから YouTube っていうのは自分の動画とかあるでしょ。特定のヒカキンとかの動画の横に関連動画をバーって並べるでしょ。要は他のサイト行かないでリンクを踏み続ける仕組みで、さらに外部リンク貼れない仕組みになってんの YouTube って。だから YouTube に一回入っちゃったら YouTube に居続ける仕組みっていうのにこだわってるのね。そう。で、Facebook とかいいねボタン、なんでこれつけたかっていうと、まず見るのが一番簡単なの。だってそうじゃん。検索してポンって見て好きな動画見るだけだから、苦労はないの。
で、次に何が、次、見てる側に対して何をさせるのが難しいかっていうと、指一個動かせるのって難しいのよ。それそうじゃん。インターネットって視聴ができないから。だから、いいねとかバッドボタン押させることによって、そのサイトの中でボタンを押す癖をつけさせてるって言われてる。うん、そうすることによって、その人たちがなんか気になるボタンがあったら押す癖がつくから。で、一番ハードルが高いって言われてるのが、YouTuber はね、コメントを書くことなの。なんかコメントを書かせるっていうのはね、YouTuber はね、内部点数が一番高いんですよ。動画の評価が一番上がるのはコメント書くことなの。だから、いい動画っていうのはコメント書かれる動画っていう風に YouTube の中ではなってる。うん。面白いでしょ？ゼミナールだ。ひろゆきさんいらっしゃい。うん。初見です。面白い。面白いでしょ？だから、みんなね、YouTube って動画の再生数が多い人ほど、閲覧が上に行くと思ってるけど、あれ違うんですよ。いいねボタンが、視聴の5倍のポイントがついて、コメント書くじゃん。コメント書くっていうのは、約ね、50倍のポイントつくの。だから、コメント数が多い炎上系の動画っていうのは、上に行きやすいの。だから、柴田って実は、あれだよ、YouTube のマーケティングめちゃめちゃうまいんだよ。柴田ってすごくて、あの人女の人を全く相手にしなくて、キッズと男の子だけを相手にしてあそこまで行ったの。で、なんでそんなセグメントって言うんだけど、客層が狭いところなのに、あんだけ大手 YouTuber として君臨できたかっていうと、狭いんだけど彼らはコメント書きまくるそうなの。柴田バーカとかハーゲとか、お前間違ってんだよって書きたくなるように煽るでしょ。だからあれはうまいやり方。うん、柴田うまいっすね。うまいっていうのは、その演出的にうまいって意味じゃなくて、プロレス的に見せてるとか、そういう、なんつうの、抽象的なアートの表現とかの世界じゃなくて、マーケティングとしてちゃんとやってんの、柴田は。それが抜群にうまい。分かってやってる。そうそうそう。そう。要は、マーケッターとしての力。動画クリエイターとしての力と、マーケッターとしての力。スロットもそうそうそう。客層。要は、スロットの客層全部持ってこれるから。うん。面白いよね。だからね、実はね、俺裏方に回った方がいいって昔から言われてたんだけど、要はね、タレント力は弱いんだよ俺。ただその分析力とか、その当たる人とか見つけるの得意でしょ。この人のこのやり方は本人分かってないのよ。本人売れるかどうか分かってないんだけど、売れるやつ見抜けるってことは、そう、売れる法則性みたいなものをね、見つけるのが得意なの。だから生主にも実は6ジャンルあるのね。知らないでしょ。知らないよね。これ俺が勝手に作ったわけだから。例えば、俺が一番大手の配信者みんな並べていって、名前書いていって、俺が、カテゴリー作ってあげるよ。みんな、この人が超大手だと思う人書いてみて、俺がね、分析してあげる。6タイプに分かれるんですよ。まず、うなちゃんマンからいこうか。もちろんあれだよ。それだけじゃないんだけど、うなちゃんマンからいきます。まずね、この人はね、雑談系なんですよ。雑談系タイプがうなちゃんマン。で、この雑談系タイプうなちゃんマンの属性っていうのは、これ実はここに俺が入ります。和道が入ります。だからね、うなちゃんマンと俺ってね、実は属性一緒なんですよ。知らなかったでしょ。うん。で、ここ石川紀之、ここに入らないから。ドカ X はちょっと大手じゃないかな。うん、横山みどりはキャラクターなんですよ。キャラクター性なの。これこれはね、俺ね、これこれをね、知らないから、あんまこれこれ語れないかもしんない。横山みどり行こうか。キャラ系。はい。6タイプに分類できるっていうやつなんだけど、俺が全部分類してあげるよ。はい、雑談系。だから俺は劣化版うなちゃんの。クラインとか、クラインとかはキャラ系の派生かな。ホスト系だから。アイラもそう。うん。アイラもそう。これ好きな配信者どのタイプに分かれるか全部教えてあげるよ。よっさんね。よっさんもここです。キャラ系です。よっさんもキャラ系です。金梅さんはね、キャラ系じゃないんですよ。炎上系です。で、ここにはね、実はね、
ある人が入るんですよ。こうなるんですね。はい、和骨。エミさん、エミさんはですね、実はキャラ系なんですね。雑談できないでしょ。エミさんはキャラ系です。キャラ系だけど炎上系もちょっと入ってる。ハイブリッド系かな。野田もキャラ系だね。そう、正解。野田もキャラ系に入ります。だんだん分かってきたね。だんだん分かってきたね。ああ、分かってきたね。そういうこと、そういうこと。で、もちろんどれとどれの組み合わせっていうのがあるんだけど、アイラは、だからキャラモノ系の派生。キャラ系の中から派生したホスト系っていう、まだね、そう、ジャンルとして確立されてないの。あれはね、大きく見たらキャラ系だよ。エロ系はね、ない。なんでかっていうと、エロもあるんだけど、あのね、エロ、いいとこついたから答え合わせしちゃうね。うん。ここにね、新しいジャンル。アイドル系っていうのがあるんですよ。うん。アイドル系があります。やっちょはアイドル系。だから、アイラとかこの辺に入れてもいいかもね。うん。あえて入れるんならこっちに入れてもいいと思うよ。ペンジョ太郎入ってるよ。雑談系なんですよ。キチガイ系は炎上系です。うん。孫子さんが和道さんに勝ちたいとしきりに言ってますが、いいライバルなのですか。俺はぶっちゃけ悪いけど、孫子、今の孫子がどれだけ稼いでも俺はライバルだと認めませんね。ちょっとね、頭2個ぐらい差がついてると思う。孫子には悪いけど、うん、孫子には悪いけど、そうそうそう、6ジャンルに分けてんの。俺は大きく分類すると。そう、でもある程度どれもできないとダメなんだよ。ただどれが一番強いのかっていうのを見極めないと成長しないの。初見さん、ぜひぜひフォローしてってください。よろしくお願いします。これ配信者6タイプですね。俺の和道の配信論なんだけど。で、こう考えるとね、実はみんなね、キャラばっかり見てて、キャラクターばっかり見てるっていうのがよくわかると思うんだけど、実はね、うなちゃんマンと和道と便所太郎の特徴って、やたら語りたがるっていうのと、やたら分析したがるっていうとこ、こう共通してるでしょ。みんなキャラクターばっかりが目に映っちゃうから、その人の内面みたいなもの見れないんだけど、うなちゃんマン、便所太郎、和道ってやたらうんちくが多いはずなんだよ。で、やたらいちいち理屈をこね回すタイプなの。だからね、雑談系っていうのは理屈系だと思っていい。あ、それも、あれ、香川さんも思いっきり雑談系だね。うん。うん、正解。香川さんもここ。正解です。うん。似てるでしょ、そう考えると。だから分析ってこうやってやらないといけないんですよ。そう見ると、で、キャラの配置が違かったりとか、他の炎上とかが違かったりするから違う風に見えるけど、実はね、ジャンルとしては一緒なんだよ。理屈系なんだよ、この辺。わかるでしょ。だからね、実はね、うなちゃんマン、香川さん、便所太郎、和道っていうのは客層近いはずなの。見てる人かぶってるでしょ。実は横山みどりと和道って相性が悪かったり、金梅とか八丁とかアイラとか相性悪いんだけど、うなちゃんマン、香川、便所太郎かぶってる人すごい多いはずだよ。あ、知らなかったけど俺見てるわっていう。うん、そう、一つの話題を、そう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 、理屈をつけるのがうまいんだよ。うん、かぶらない。そう、かぶらないのはめくらさんが俺を宗教系とかスピリチュアル系として見てるから。要は俺の雑談の得意なワードの中に、雑談系の中でどれが得意なのかなんだよ。うん。のりゆきさんはね、実は雑談系に入れたがるでしょ。みんなさ、え、石川のりゆき雑談系だろうって思うでしょ。違うんですよ。ここで新しいジャンルが出てきます。これが一番強いんです、実は配信者として。はい。パワー系です。これね、ここが重要なの。実は雑談力がメインじゃないんだよって、石川紀之。パワー系なんですよ。ネルさんはね、難しいな。ちょっとネルさん保留。サメ島さんは、難しいな。サメ島さんは、サメ島さんは、雑談系。こっちかな。
強いて言うならバランスよくできるんだけど、ここだろうね。うん、ここだろうな。強いて言うなら。ただバランス力が意外と高いタイプだと思う。ゆいがさんはね、キャラ系です。ゆいがさんは雑談系に行きたがってるキャラ系。うん。ただ雑談力が下手すぎるから、要は本人が望んでるところと、本人が得意なことがずれてるタイプ。本人は雑談系に入りたいんだけど、雑談系だと思ってるんだけど、それができないって感じ。うん。2017年ピラミッド作っていいよ。まあ、この6タイプ、あと1つ出るまでね。うん。吉江さんはね、アイドル系なんですよ。ここ重要なところ。吉江さんは、ここ。これアイドル系なの。要はね、アイドル系って何なのかっていうと、特定のファン層にガッチガチに囲われて何言っても構わないっていうタイプ。要はキャラ系じゃないんですよ。アイドル系なの。うん。わかるでしょ？いや、これ本当だよ。アイドルキッスなの。いや、これをね、分かってないんだよ、みんな。キャラ系の方に入れちゃうでしょ。要は、キャラものっていうのはそういうことじゃないの。吉江さんは。アイドルなの。要は、新八丁とかアイラとかと囲われ方が一緒なの。で、何かっていうと、このアイドル系がふわっち一番儲かるってことよ。これ分かるでしょ？キャラ系の人って、アイテムがもらえるとは限らない人たちなの。アイドル系はアイテムに属性が強いの。分かる？これ。言われてみるとそうでしょ？アイドル系確かに、だから、なんとかダインとかもこの辺だよ。うん。アイドル系のところに教えて書いてるのがじわる。いや、アイドル系だと思うよ。それは、アイドルとして見るなっていうことじゃなくて、要は偶像崇拝ってこと。アイドルって元々の語源って偶像崇拝なの。だから、みんなが思ってるアイドルっていうのを外して偶像崇拝だと思って。要は、なんか神様っぽくする、崇めるみたいな感覚。要は宗教系と言ってもいいし、AKB 系って言ってもいいのよ。要はそれにモデルが近いって感じ。桃襟はアイドル系になりたがってる炎上系か、桃襟はね、アイドル系になりたがってるキャラ系ですよ。だからね、ゆいがさんとか桃襟の惜しいところっていうのは本人の向いてるところが違うんですよ。これ間違える人が結構多いの。要は勘違いね。うん、キャラ系の人はよく間違えるよね。ゆいがさんとか桃襟は典型的に間違えてるタイプ。いや、でもわかるっしょ、それ。春日はね、実は違うんですよ。春日は炎上系だと思うでしょ。春日は全然違うの。実はね、春日は違うんですよ。うん。勘違い系？すんご？うん。アイドル系は育成感覚があるから。そうそうそう、そういうこと！そういうこと！うまい！そう、育てたくなっちゃうんだよ。で、実は配信者として一番強いのはパワー系だから。これ実はアウトロー系もここに入るんだけど、石川紀之ってそこなんだよ、実は。うん。堕落系。いいね。正解です。その通り。最後はね、パワー系じゃなくて、うん。極物系ですね。はい。ここに入ります。はい。極物系ですね。これが一番メインコンテンツされてるニコ生が一番得意とするものですよ。極物系。ホープさんはパワー系ですね。ホープさんパワー系です。うん。そう。うなちゃんマンはメインを雑談にしてるけど、実は炎上系とキャラ系も強いの。要はこれの6個の指数があって、どれが一番特化してるかの。だから、これ雑談しかできないよとかじゃないのよ。例えば、ゆいがさんだったら雑談系に行きたいんだけど、キャラ系が強いっていう矛盾。あと、炎上系も強いじゃん。だけど、どこに特化してるのかっていう、一番強いところを指数として出してるだけね。そう。堕落、極物系、堕落系ですよ。うん。ここ。うん。動物園系って言ってもいいかもしんないね。うん。だから、実は、でもね、セクシンゴはね、実はね、ここ、うまいのは、ここ、稲子とかそうだね。稲子とか。稲子ね。うん、ジンギスカンもここだね。うん。ジンギスカンもここだね。うん。人生捨ててます系っていうか、そういう演出をしてる人たちね。実際捨ててないんだけど、セキシンゴはそれがうまい。うん。で、セキシンゴは本当はアイドル系に行きたいんだよ。わかる？なぜか知んないけど、みんなアイドル系を目指すんだよね。うん。ノエルはね、ノエルはね、実は炎上系です。ここです。ノエルは炎上系なんです。雑談系じゃないんです。
浜田見たことないから分かんないな。浜田は過疎生主ですね。この6タイプにも入らないぐらいの過疎生主っていうジャンルがあるから。3倍目光る？ 3 倍目光る。3倍目光るはですね、実はね、ここなんですよ。実はね、属性として、金梅さんをね、師匠にしてるけど、属性としてはパワー系なんですよ。これ見たことないから分かんないんだよね。で、得意なジャンル、不得意なジャンルっていうのがあんの、それぞれ。でもさ、これどう？楽しいでしょ？和道の分析当たってるし、結構面白いっていう人手を挙げてみて。あ、この分析、こういうね、配信者のタイプ別で分けさせられることってね、今までやってないんだよ。誰が強え、誰が閲覧ある、誰が面白いとか、要はリスナーと同じ目線で見てるでしょ。俺違うんだよ。面白いでしょ、これ。プリンちゃんありがとう。分析当たってるでしょ。だから俺分析が好きなの。で、じゃあ、若手の生主で誰がどこに行った方がいいよっていうのも、これが分かるとよくできるようになるんですよ。ロハコさんは極もの系でしょ、どう考えても。ロハコさんどう考えても極もの系でしょ。どこだと思ってんだよ、逆に。要は、みどりさんが得意なのは極もの系いじりなんだよ。違う？コスプレしてる女の子？初見さんいらっしゃい。そう、ロハコさん、要はみどりさんはね、この辺、極もの系。で、野田通りもね、実は極もの系もできるっていう感じ。幅が広いんだよ。大きく分けるとこの6タイプ。で、一番難しいのがパワー系。パワー系が一番強い。だからね、ヒカルくんが大手になるって断言できる。要は伸びるよとか中堅になれるよじゃなくて、もう圧倒的大手になれるよって言ってんの。俺はそこは分析なの。気になっちゃうから見ちゃう系だとしたら、気になっちゃうから見ちゃう系は違うんだよ。どれも気になるから見るんだけど、どこが強いのかなの、これは。属性として本人の性格診断みたいな感じ。要は、本人が一番ストロングポイントって言って、経営で言うと、その企業がどこが強いのかっていうのを分析するやり方なのね。ツバニャンはね、実はね、アイドル系だと勘違いしてる炎上系ですね。だからみんなアイドル系やりたがるんだよね。アイドル系はね、圧倒的なね、ものを持ってないと。要は、素材が良くないと無理です。ツバニャンと。こう考えるとね、あ、似てるなっていうのがね、わかるはずなんだよね。ナーボーはね、俺あんま見たことないからわかんないな。パワー系の説明お願いします。OK。パワー系っていうのは、こういうことです。パワー系がなんで最強種かっていうと、この人たちは心が強いの。要は、どんなに間違いをしても、どんなことを言ったとしても、断言力が強い系だと思ってください。要は、ヤンキーと同じ。ヤンキーと同じで、これはこうだよって言った時の説得力。わ かる？あら、こうだから。だから、喧嘩凸とか喧嘩が強いタイプなの。パワー系っていうのは。だから、なんつうんだ、人を引きつけるカリスマ系って言ってもいいかな。パワー系って言うと誤解があるから、ちょっと名前変えましょうか。言いたいことは一緒なんだけど、カリスマタイプでもあるんですよ。カリスマ。パワー系って言うと分かりづらいから、カリスマに変えましょう。要はカリスマって何なのかっていうと、間違ってることも正しいことも、これはこれだって言い切った時の強さ。わかるでしょ？そう考えると。鶴之進は、過疎系かな。 鶴之進はまだ、そこまで名前がないかな。すごいわかるでしょ？だからこれ系は信者がつきやすいよ。大きい。そうそう、ヒトラーとかもカリスマ系に入れる。配信者だったら。で、キューちゃん牧師みんなだったらどこに入れる？だんだん分かってきたでしょ。じゃあ今度クイズ出すね。キューちゃん牧師をどこに入れますか？キューちゃん牧師。もうね、ここまで説明したらみんな分かってくるはずなんだよ。どうでしょう？キューちゃん牧師をどこに入れますか？皆さんは。もうね、これ答え出るはずなんだよ。もうここまで話したらみんな分かるはずだから。さあ、みんな考えてください。キューちゃん牧師。これ分かるとね、面白いっすよ。あ、自分はこのタイプが好きなんだって。正解でーす。プリンちゃん正解。プリンちゃん正解。そう、そういうこと。キャラ系なんです。正解です。キャラなんですよ。そう通り。要はね、キャラ系が一番多いんですよ。
正解正解。素晴らしい。その通り。正解です。キューちゃん牧師はキャラ系です。そう、そうなんです。そうなんです。わかりやすいでしょ。じゃあ他に誰いるかな。うん。はい、ワード2。だんだんわかってきたね。じゃあ、じゃあ、柏木くん。一世風靡した柏木くんだったらどこ行きます？ちょっとネルさん待ってて。ゲルゲはね、ゲルゲは、微妙。あれは金魚の糞形だね。金魚の糞タイプ。うん。はい。柏木くん。一世風靡した柏木くんはどこに入るでしょう？これわかるかな？これもうみんなね、正解ポンポン出せるはずと思う。正解です。炎上系です。その通り。要はね、どこに特化させるかなんですよ。その通り、正解。柏木はここに入るの。もうみんな分かったね。そう。柏木。その通りです。そう。だから、それぞれ強いところと弱いところがあるの。で、俺実は雑談系をメインにしてるけど、実は炎上系も得意なんですよ。俺が一番苦手なのはキャラなの。キャラが弱いから、炎上も強いし、雑談も強いんだけど、そこがね、ダメなの。カリスマ系はない。カリスマとケア者はもう論外。わかる？だからね、一番育てないといけないのはキャラなんですよ。ここにいる人たちってキャラみんな強いでしょ。うん。だからキャラで判断されやすいっていう。パルパルは、炎上系だね。パルパル炎上系。テルチャンピンはまだここに入るようなぐらい実力がないかな。あのね、天然と呼ばれる人たちではないの。要は天然っぽく見せる人たちかな。正しく説明すると。天然ではないんですよ。実は彼ら。すごい賢いの。だけど、あえて隙を作るって言った方がいいかもしれない。その、なんていうのかな。その、天然っぽく見せる技術が得意っていうか。だから、その、プロとしてやってるんだよね、彼ら。彼らプロとして。分かってやってる。そうそうそう。だから、その、最たる一番の成功例が、俺は横山みどりとか、よっさんとか、えみとかだと思うの。要は、プロ意識高いのもここなんだよ。生主としてプライド高いのもここだよね。望みは炎上系じゃないかな。うん。炎上系じゃないかな。わかんないけど。面白いでしょ？そう考えると。うん。で、実は、極物系も実は難しい。極物系も実は難しい。だから、一番天然に近いのは実は極物系なの。本当の天然タイプは極物系ですよ。だから、関信吾、稲子、ジンギスカン、ロハゴって、これ天然でしょ？天然でしょ？ド天然でしょ？うん。パルパルはね、キャラ系じゃないんですよ。実は。あれは炎上系をベースに。炎上系とキャラ系なんだけど、炎上の方が強いですね。うん。突っ込まれるようなことをあえて言ってる。そう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 、うまいうまいうまい。そういうことそういうこと。だけど、キャラ系はね、飽きられるのが早いから、キャラ系はね、難しいよ。中井先生は雑談系の、要はうなちゃんマンより上に入れていいと思うよ。長井先生はそうだね。ここだね。うん。ここここ。正解。もうだんだん分かってきたね、みんな。うん。頭いい。ミズニャンは雑談系をやりたいんだけど、知識力が乏しいから、実は本人は雑談系に寄ってるんだけど、俺はね、あいつアイドル系だと思ってる。うん。あ、挨拶だけどうもどうも。いってらっしゃい。キャラはね、キャラは見た目。見た目が強い。横山みどり、よっさん、えみさんはそうでもないけど、野田とか、ゆいが、桃襟、きゅうちゃん牧師とか。要はね、キャラ付けがすごいよね。見た目のインパクトがすごい。あと、ケアモノ系も近いけど。キャラはね、難しいよ。うん。ジンギスカンアイドルだと思ったんだ。まあまあ、こういう感じで、俺はいつも、こういう感じで生主を見てる。分析してる。かまあゆ。ね、オカマ界隈の人は全員アイドル系だと思っていいと思う。ただアイドルなんだけど、囲う対象が違うんだと思う。ターゲットが違うんだと思う。怒りのまんじゅう固めさんいらっしゃい。うん。一番息が長いっていうか、強いのは俺雑談系だと思ってる。要は、爆発力は弱いんだけど、安定感っていうのかな。ファンの囲い方っていうのかな。そのね、雑談系は長く、ロングタイプなんだよ。10年見てもらえるのは雑談系だと思ってんの。ただ、炎上系とかと比べると、炎上系ってバーって閲覧稼げるんだけど、その、波が終わったら終わりだから、炎上系は常に炎上させ続けないといけないのよ。そう。
飽きられない感じはするね、雑談系。ただ、そのヒットを飛ばすのが難しいっていうのかな。だからたまに炎上しないとダメなんだよ、雑談系がね。たまなんか年1回ぐらい炎上系に走ってるのはそういう系ね。はるみさん、オッケー、いってらっしゃい。さとみさんはどこなんだろうな。俺あんま見てないかな、さとみさん。ただ俺はパワー系が羨ましいよね。このカリスマ系、カリスマ系はすごい羨ましい。これ結構レアタイプだから。お菓子ありがとう。トムはね、炎上系じゃないです。トムは極物系です、トムは極物系に入ります、さとみさんキャラ系かな、どうなんだろう、俺さとみさんの人気は落ちると思ってるから、そんな長く続かないっていうか、金梅さんが育ててる感覚に近いから。そう、金魚の糞系かな、やっぱ、長い時間見れるのは雑談系の強さだね、ラジオ代わりに聞けるのは雑談系のすごい強いところ、アイデンティティが必要になるっていうか、なんだろう、雑談系はね、難しいよやっぱり、客層が狭いん。ドルさんパワー系じゃないですね。ドルさんは、ドルさん実は雑談系のちょっと弱い部類に入る。多分雑談系を押していくんだと思うけど、パルパルはね、パルパル入れるか、じゃあ炎上系です。よいしょ、パルパルは炎上系だけど、この辺かな、ツバニャン、ツバニャンの上ぐらいかな、この辺だね、実力的に言ったらこの辺だと思う。そう、里見さんはね、金梅さんの火種だね、火種。要は炎上系っていうのは火種が必要だから、これ取り巻きが多いタイプなんだよ。要は鮫島さんだったらうなちゃんに絡むとか、他に絡むでしょこの人たちって。で、他と問題を起こすタイプなの。だから炎上系っていうのは実はピンでは成立しないから、裏側ではね、いい人だったりするタイプはこのタイプだよ。人との付き合い大事にするタイプだよ。鮫島、雑談系にね、実はシフトチェンジしてる。要はどこが強いのかっていう話。実はこれだけじゃないよって。例えば俺だったら雑談系を主軸にしてるけど、炎上もできるじゃん。だけどカリスマと力と極物力がないわけじゃん。キャラ力も弱いわけよ。っていう風に、鮫島さんは雑談もすごいレベルが高いんだけど、一番強いところは炎上だよねっていう、その一番強いところだけで書いてるから。だから本当は六角形でパワー、雑談力とか力で書くべきなんだよ。それでどこのパラメーターが強いかっていうのをやるべきなの。そう、ゲルゲさんとサトミさんは同じ。要は大手に吸い付いて、そこの火種を作るタイプだね。雑談系とカリスマ性合わせ持ってるのが、だから石川の隆起だよ。カリスマ力と雑談力が高いんだよ。だけど、ピンの雑談力で言ったら、やっぱうなちゃんマンには勝ててないと思うよ。小島グランプリは、だから、極物系に入るね。だ、本人がまだ気づいてないと思う。要はね、これに気づいてる配信者ってあんまいないんだよ。要は分からないでやってるんだよ、これを。だから、俺はアドバイスできるよっていう。だから伸びる配信者が分かるのよ。この人は伸びるよっていう。こう考えると自然とやってるでしょ、みんな。分析してないでしょ。それが普通なんだよ。だけど、この分析とか指数があると、生主をコンサルすることができるのね。マリニャンアイドル系、正解。正解です。マリニャン実はアイドル系ですね。要はね、可愛がられタイプだね。っていうか、女の人はアイドル系が多い。女の人はアイドル系多い。里見は金梅と妻にはのアンジュの女リスナーのたまり場にしてるだけ。よっさんふわっちで成功すると思う。一番向いてると思う。よっさんは一番向いてると思う。よっさんは、ここ3ヶ月以内に絶対来るよって2ヶ月前から予言してて、言ってたよね、俺。よっさん、どんな言い訳しても必ずこの3ヶ月以内に来るって予言してたでしょ。で、よっさんが来た時にふわっちが大ブレイクするって言ったの。要は、よっさんが来たから、俺、ふわっちはブレイクしますよ。で、予言、もうずっと言ってる予言だけど、2年以内にキャス超えるから、ふわっちは。ふわっちのケンさんはどうなんですか？見たことないですね、ケンさん。威圧感があって、アイテム要求しない、すごく配信者としてダメな人だと思います。キャス A 版ですし。ごめんなさい、見たことない人は、
わかんない。多分ふわっちはキャズムを超えるね。よっさんがあのニコ生の層をバーって引き連れてくるから。柴田は配信者じゃないかな YouTuber だからね。うん、その人の性格が配信に出るって感じ。そう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 、配信者っていうのは本当にこういうもんだから、どれも育てないとダメなんだよ。ただどれが強いのかっていうのを意識しておかないといけないの。例えば金梅さんっていうのは炎上系では神レベルに強いんだけど、雑談力ないでしょ。ああ、マジかよ、ええ、うめえ、酒がとんねえわ、へっ、うえへへへ、ああなんだそれつまんねえ、こんなんでしょ雑談。もうね、金梅さんは炎上系として神レベルなんだけど、雑談力で言ったらカソナマヌシ以下だかんねこんな感じでしょ本当に。だから実はその苦手な部分、強い部分っていうのはいっぱいあるのよ。なんかカリスマ力も実は金梅さん強いの。あの石川紀之ほどではないけど、炎上させたら一番だけど、似てるっしょこれで、ね、あの炎上させなかったら何にもなんないよ。うん、だけどそれは強みを分かってるっていうのが金梅さんのすごいところなの。要は自分が何を求められてるかとか、どこの部分に特化したらいいのかって分かってんの。あいらいらっしゃい。ネットの王子クライン水にゃん、これこれは、うん、俺が知らない配信者は書けないからな。うん、和道さん的にこれから伸びそうな配信者いる？ね、言っていいのかな。ね、俺はそのリナ猫はある程度そう閲覧200まで行くよっていうのはビタビタに当てたんだけど、あんま言いたくないんだよな、こいつが伸びるとか。いるにはいるんだけど、うん、だけどそれがそいつがなんつうんだろう、俺が思ってた通りに動くかどうかっていうのがあるから。うん、あちおっていう人わかんないね。キャスは金もらえへんし、どうせやるならふわっちやろう。まあそれにだんだん気づいてきてるよね。ナーボーもあんま見ないからわかんないんだよね。絡みのある人しかわかんないかもしんない。うん、ネルさんもあんま見ないかな。ただね、多分だけど雑談系に属するんだと思うよ。雑談オタク系に特化してるんじゃないかなっていう予想。要は萌え豚系を相手にしてんじゃないかなっていう。で、キャラもまあ強いんだろうね。多分ね、雑談系、だからなんかバランスタイプだと思うよ。もう見たことないからあんまりわかんないけど、雑談とキャラとアイドルと、炎上は弱いね。カリスマもない。だから雑談、炎上、アイドル あたりをバランスがいいタイプだと思う。そう、なんだろうね。ネルさんはだから、どうなんだろうね。うなちゃんマンの配信復帰は脅威に思う？思わないですね。むしろ僕の師匠なんで。っていうか、あの、便所太郎さんが最近ポンプ入れてるんで、そろそろ戻ってくると思うよ。要は、便所太郎さんがその嫌われ役買ってるよね。あーなんだよって。要はね、もう誰かがうなちゃんマンのことを煽ったら、うなちゃんマン帰るタイミングなんだよ。本人やりたがってるの分かってるから。ただ、うなちゃんマンに嫌われる可能性があるから、それを避けてるの、みんな。え、誰がこの嫌われ役やんのみたいな。煽る役。で、便所太郎さんが買って出たっていうのが俺の分析。あーもう俺がやるよ、みたいな。うん。ヤミーはね、実はね、本人はね、雑談系だと思ってるけど、実はアイドル系なんですよ、あいつ。ここがね、あいつの面白いところなんだよ。えって言うでしょ。アイドル系は誤解されやすいんだけど、ヤミーここだよ。ヤミーアイドル系ですよ、思いっきり。ヤミーアイドル系です。これはね、アイドル系が誤解を生みやすいからなんだけど。ジンギスカン書いてあるよ。うん、ポンスケさんうなちゃんマンにすごい煽ってました。あ、じゃあ、徒党組んでやってるんだとね。うん。便所によいしょしすぎ？うん、いや別によいしょはしてないけど。うん。全然、俺よいしょするタイプじゃないよ。全然。あの、多分そう見えてるだけだと思うよ。よいしょがめちゃめちゃ苦手だから。本音が結構ポロポロ出るタイプ。なんかね、便所さんはね、あの、見せ方下手だから、キャラが下手なの。正直言うと。だから、誤解を招くことが多いんだよ。要はね、雑談系と炎上系で、キャラを育てんのがね、ちょっとね、あの、間違えてるっていうか、可愛がられ方が下手なんだよね。ただね、雑談力とかね、あの、炎上力とかね、企画、あのね、便所さんの一番すごいところは、俺企画力だと思うよ。あと人脈。
ネッサンキャラだわな。わざと突っ込ませようとしてる。俺、ネッサンあんま見ないから分かんないんだよね。っていうかね、俺、あんまキャラものはあんま見ないかもしんない。うなちゃんマンは配信しないと食っていけないでしょ。ゲルゲンに見放されたし。どうなんだろうね。うん。まあまあ、俺の感想だからさ。アロンさんさ。俺の主観だから、あくまで。ラー様はわかんないな、ユミさん。じゃあ、新しいフォロワーさん紹介しまーす。よいしょ。新しいフォロワーさん、マーさん、大魔王、サタンさん、マリンさん、カナさん、エンジさん、ナナウミさん、リンカさん、イシャテンさん、麦さん、クロノーさん、モンキーロさん、ポアコさん、フォローありがとう。シケキノコっていう人知らないな、俺。シケキノコさんわかんない。まあでも、この、なんつうんだろう、キワモノ系、アイドル系、カリスマ系、炎上系、キャラ系、雑談系っていう、その、あ、この概要みたいなのがわかるとみんな当てはめられるはずだよ。うん。ああ、なるほど、なるほど、みたいな。こういうことね、みたいな。これはね、分析簡単だと思う。うん。多分ね、もうみんな分かってたから、あ、和道が言いたいことってこういうことなんだっていうのを把握してたから、多分みんなカテゴライズできると思うよ。うん。よろしく、みんな。これは結構当たってると思うから。髪の毛燃やすやつ、はい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 、炎上系じゃん。それはね、極物系じゃなくて炎上系。うん、ひろゆきさん、炎上系です。そっちは髪の毛燃やすのをコンテンツにしてるんだったら炎上を狙ってるから、ただ下手なんじゃない、それが。いや、炎上系うまくいかないやつっていうのは人のモノマネばっかりとか、もうなんつうの、知ってるコンテンツをやり続けるやつは炎上系やってるんだけど下手なやつ。タイプ分け面白いでしょ。要は論理的な思考がないとこういうことってできないんだよ。極物か、多分顔を見てみないと分かんないかもしれない。シケキノコがだからどういうキャラなのか分かんないから。うん、よろしく。うん、楽しいよね。結構シケキノコ有名なんだ。ほら、でも有名だから知ってるとは限らないじゃん。っていうのもさ、俺その配信にあんま張り付いてないからさ。うん、モーニング宇宙ニュース、いいとこついてくるね、いいとこついてくるね。あれはね、あ、もう消しちゃったからあれなんだけど、あれはね、実はね、キャラ系とかなんですよ。モーニング宇宙ニュースを雑談系だと思ってる人多いと思うけど、あれはキャラなんです。あそこはいい、いいよ。で、千葉さんも雑談系だと思ってるけど、あれキャラ系ね。うん。あ、そうなんだ。みどりさんと絡んでたんだ。うん。うん。雑談をやってるから雑談系じゃないんですね。うん。こういう話好きだよね、でもね、和道リスナーは。あ、そうそう、ちょっと話変わってもいい？俺今からさ、リスナーさんと飯食いに行くんだよ。男の人なんだけど、どれくらいかな？もう、俺がね、バーやってる前からだから、何年ぐらいだろう？もう2、3年ずっと応援してくれてた社長さんなんだけど、その人と今から飯食ってくる。ちょっと配信外でやるんだけど、テルチャンピオンはだからカテゴライズするほど伸びてないっていう印象かな？うん。要は、その、過疎生主ってまだ育ってないから、人が増えないわけじゃん。キャラクター力がついてないとか、認知されてないから、要は過疎なんですよ。だから過疎っていう時点でカテゴライズできない。うん。俺、テルチャンピオンは、ちょっとね、惜しいっていう印象、彼に関しては。彼に関してはすごく惜しい。才能も、いろいろあるんだけど、多分ね、アイドル系に行った方がいいと思うよ、テレチャンピーは。お菓子プレゼントありがとう。何食べに行くんですか？いや、全然決めてない。飲もうって言われたんだけど、俺酒やめましたよって言って。マジかよ、みたいな感じだった。うん、で、配信回しますって聞いたら、いや、配信なしで行こうって言われたから、ああ、了解ですって言って。
すげえ楽しみにしてんだよね。レイト、レイタ、リタさんかな？リタさんいらっしゃい。練習、こっち？こっちはあんまやってないですね、最近。格闘技のイベントの告知をじゃあ入れさせていただきます。格闘技イベント、まあみんな知ってると思うんだけど、6月の10日に、生主の、格闘技イベントに出ます。第4試合が僕の試合なので、ぜひ皆さん会場に来てくれた人は、ぜひ声かけてください。300席です。便所太郎のフェスですね。捨て頃、インターネット配信者格闘技祭。1対1のタイマンバトル、包丁なし、バールなし、ピッケルなし、チェーンソーなし。リングの上で白黒つけてもらいましょうということで、結構豪華なね、配信者が出ますので、6月の10日、新木場ファーストリング、立ち見席も出るかもしれないので、ぜひ皆さん見に来てください。石川のりゆきさん、桃襟さん、ナーボー、新野町など、豪華ゲスト、TJ さんとかね、ルルピララピとかも出ますんで。あ、ありがとうございます。リタさん、よろしくお願いします。ぜひぜひ、応援してくれる人はフォローしてもらえると嬉しいです。よろしくです。結構ね、このイベント反響がすごいんだけどね、僕も楽しみにしてるイベントですよ、本当に。初めて来たのにめっちゃ楽しい話ありがとうございます。また来ます。ぜひぜひまた来てください。フォローありがとう。うん。結構毎日やってる系の配信者なんで、暇つぶしにはもってこいですよ。チラシ、ポスターだね、これ。販売されるらしいよ。ポスター2000円で売るんだっけ？これ、ポスターで2000円で販売するって会場で売られるらしいよ。俺もこれ買いたいなと思ってる。これ欲しいよね。超かっこいいよね。チケットどこで売ってんの？もう手売りの、便所太郎さんの手売りのやつは、1分で完売しちゃったんだよ。3分の1ぐらいのチケットは完売しちゃって、プレミアムチケットとか。一般席とかはね、確かローソンとかかな。便所太郎さんに問い合わせてください、そこは。ローソンのチケットピアと、あと E チケットとかいうサンクスとかかな。ちょっとわかんないな。うん。行きたいでしょ？うん。これね、チケット一般席は5000円で入れるんで、めちゃめちゃ安いと思いますよ。配信のね、中継は便所太郎さんの枠でやると思うから、便所太郎さんの枠多分、これアクティブ1万ぐらいいくんじゃないかなっていうのが俺の予想。多分この日はすごいことになると思うよ。全員配信者は配信しないから。新しいフォロワーさん、ジュンヤさんフォローありがとう。オジンガー Z さんフォローありがとう。ユミさんフォローありがとう。結構盛り上がると思うよ。いくら？一番安い席で5000円かな？一般指定席って言って、ちゃんと、自分の席が用意されてるのだと5000円。ただ、チケットが全部売り切れた当日だと、立ち見席で5000円になるのかな？詳しくは、便所太郎さんの枠で。僕、プロモーターじゃないんで、選手なんで、あんまり詳しくないです。高い席だと、1万2000円とかだと、イベントが始まる前にリングの上でみんなで撮影ができるっていう。好きな選手とか全員並べてっつって、選手全員がリングの上で自分が真ん中にいて写真撮影の権利とかがあるんですよ。だから、まあ写真とか撮りたい人は特典つけた方がいいかもね。ガラガラの席で、VIP 席に座る人だけ。で、芸能人とかもいっぱい行きますよ。噂なんだけど、これあくまで噂なんだけど、ヒカルくんのセコンドが格闘家のミノワマンって話だね。なんか。ユイガは当時試合ロムってると思いますか？会場出禁になってる。だからつまみ出されるね。うん、また来てね、マリンちゃん。うん、ありがとう。うん、ありがとう。マムさんバーガーありがとう。うん、あ、延長したいんで、アイテムもし支援していただけると嬉しいです。応援してくれる人、アイテムよろしくお願いします。ありがとう、みんな。まあ、俺の枠はね、基本的に雑談とかなんだけど、来年から旅配信とかもするんで、旅好きの人とか見てもらえると嬉しいですね。日本全国、リアトツの旅に出ます。猫もふさん、フォローありがとう。結構いろんな配信者いて面白いよ。やっぱ大型イベントとか定期的に組むべきだよね。うん。
初見さんありがとう、フォローしてくれて。バーガーもありがとうね、猫モフさん。簡単にルールを教えていただけますか？了解です。ですね、このイベントっていうのは、殴り合いですね。で、試合がね、7試合あるのかな？ 7 試合あります。まず、第1試合は、金映えさんとセブンさん。金映えさんとセブンさんが、肘と膝がありの立ち技、キックもあり。要は、ムエタイっていうルールですね。肘、膝あり。頭突き禁止、組み技禁止、噛みつき禁止、目つき禁止。要は、ムエタイルール。3分3ラウンド、金映えバーサスセブン。で、次の試合、第2試合っていうのが、ドレの深夜食堂さん。この人はね、もうヘビー級の体を持ってます。で、20年間格闘技をやってて、僕の師匠、僕にトレーニングのコーチをつけてもらってます。トレーナーをやってもらってます。僕が選手で、教えてもらってる立場ですね。ドレさん師匠です、僕の。で、ドレさんが戦うのは、みやびさんといって、キックボクシングをやってた人。要はガチ勢ですね。ドレの深夜食堂さんは20年の格闘家。総合格闘技。で、キックボクシングをやってたみやびさんとのガチの殴り合いです。で、第3試合っていうのが、ビッグバンガールズキティといって、体重160キロの女の子と、真ん中のマーメイド、さとみさん。この人は女相撲ですね。要は回しをつけて、リングの上で相撲を取るっていうのがこの2人です。で、第4試合がですね、和道とテルチャンピン。テルチャンピン、ふわっちの配信者で、テルチャンピンっていう24歳のね、スポーツ選手だね。もう24歳で若いんだけど、サッカーとかをやってた、若い子。で、僕は32歳の、元生活保護者ですね。で、第5試合、ヒカルくんとさっき戦ったセブンさん。金梅さんと第1試合戦ったセブンさんは2回戦います。第5試合はヒカルくんとセブンさん。で、ヒカルくんはね、キックボクシングの試合に出たことがあるぐらい格闘技精通してるんで、セブンさんは空手をやってるのかな。だからこの二人も格闘技やってます。で、第6試合、ファイナルが便所太郎さんですね。で、便所太郎さんと本来はユイガさんが戦う予定だったんですけど、ユイガさんが逃げました。ユイガさん、本当はユイガさんがこの企画やろうって言って、ユイガさん発信だったんだけど、なぜかユイガさんはいなくなりまして、便所太郎さんと戦うのはポンスケさんに変わりました。はい、ここの一番右下ですね。で、最後にシークレットマッチ。会場でしか見られないシークレットマッチっていうのがあります。それはまだ発表前なので、僕も誰が出るか知りません。第7試合、最後の試合はシークレットマッチが行われます。もちろん格闘技のどんなルールかもまだ発表されてないです。うん、で、石川紀之が、実況をやります。桃襟は歌います。ナーボーと新野町も新曲を発表するのかな。で、ラウンドガールって言って、何ラウンドって言って水着着る女の子はルルピララピ。で、TJ も、実況席かなっていうような構成になってるので、豪華なメンツで試合が行われます。噂によると芸能人とかも見に来るらしいです。皆さんアイテムありがとう。ぜひ見に来てください。これだけのメンツで5000円は安いと思うよ。うん。面白いでしょ？うん。知ってんの？嘘？俺まだ聞いてないんだけど。マジか。初見さんありがとう、川崎さん。お菓子ありがとう。バガーありがとう、ニックン。うん。タケソンって誰だろう？タケソン。予算5万円分。まあ予算の実力だったらそれくらいあると思うよ。ブドウ糖先輩これで OK かな。だいたい把握できた。うん。そんな感じのルールです。香川おらん。俺はね、本当はね、香川さんと便所太郎さん戦ったら面白いなと思ってたね。新しいフォロワーさん、川崎さん、ひろゆきさん、フォローありがとう。テルチャンピンが一番弱そう。テルチャンピン結構喧嘩慣れしてると思うよ。強いと思うよ。多分一番弱いの俺だよ。俺だよ。ボッコボコにされたからね。ミノワマンはヒカルくんのセコンドで来るって噂を聞いたけど、すごいよね。あと、ちょっと言えないんだけど、とんでもなくすごい人も、芸能人で来る。俺震えたもん、それ聞いたとき。あと、レフェリーとか、リングドクターっていうのは、ちゃんとしたプロが来ます。なので安心してください。レフェリーはね、K1 の、実際にリングで、K1 でレフェリーやったぐらいの、超有名なレフェリーが来ますんで、その辺の体制みたいなものは綺麗にやってる。最弱は金梅さんどうなんだろうね。わかんないけど。
金八戦結構ガタイいいよ。まあただアル中だからな。うん、戦えんのかっていう不安要素はあるよね。香川さん来たら暑いのにな。俺が一番激アツだと思うのは、あのリングの会場の端っこで千八くんを抱いてるこう緑さんがこうネタを拾いに来るっていうのが面白くない？こうやってこう、あ、もうそんなでかくないのか千八くん。千八くんをこうやって抱っこしながらこうやって会場を見つめるあのポリフェノール秋山がいるのが俺は絶対来ると思ってるから。それシュールだよね。あれって横山いるなって、あいつ偵察に来てるなって。喧嘩どころじゃない。パルパルは出らんの知らん。俺は違うんだよ。この試合出る条件っていうのが、俺はパルパル指名したの、弁当さんに。対戦相手希望あるっつって。ワード出ようよって言ってくれて、俺出たいって言ったのよ、電話かけて。ちょ、出よう出ようって言ってくれて、OK 出て。で、対戦相手の希望は、俺はパルパルムカつくからパルパル指名したんだけど。で、パルパルが逃げたの。だからテルチャンピオンになったの。TJ さんは戦わないよ。実況、実況。TJ さんは戦わないっす。でもさ、素人の殴り合いほど笑えるもんないからね。こんな神企画ないでしょ。だってさ、でも、便所太郎さんのやろうとしてること正しくて、警察沙汰になるような、要はリアトズして喧嘩してぶん殴り合うとかもうやめようぜってことじゃん。だったら俺がリング用意するから、誰が強いか誰がムカついてるかはもう拳で語り合えっていうのめちゃめちゃ面白くない？正解じゃん。もうさ、その警察沙汰とかコリゴリじゃん、俺ら。見ててもまたかよって。で、どうせ警察に止められて誰か逮捕されてってくだらないじゃん。だったらさ、リングの上でさ、グローブつけてさ、思いっきりバッチバチにぶん殴り合うの面白くない？俺は結構この企画ありだなと思ったよ。正しい。楽しみだよね。どうなるんだろう。ホープさんは出ないでしょ。っていうか、便所太郎さん仲悪いんじゃなかったっけ、ホープさんって。わかんないけど、その辺は。出るっていう話は聞いてないよ。あ、あと、記者会見もやるんでね。もしかしたらメディアに出るかもしんないんで。テレビとかに。テレビはまあないだろうけど、雑誌ぐらいには出る可能性あると思ってるんで。面白いよね。配信者でね、なんか特集組まれたら面白いよね。トースポあたりに出てみたいよね。トースポあたり引っかかるんじゃねえかって。結構楽しみにしてますよ、僕は。イベント。だんだん寒くなってきたな。お菓子プレゼントありがとう。お菓子プレゼントありがとうございます。よいしょ。スカウト来ないでしょ。来ないだろ。うん。違うんだよ。これは格闘家になりたいわけじゃなくて、素人がぶん殴り合うっていうのが滑稽で面白いんだよ。客はそこが見たいわけじゃん。プロの格闘技見るんだったらさ、本当に格闘技好きな人は、プロの格闘技見に行った方が絶対面白いんだから。そうじゃなくて、普段見てるやつがボコボコに殴られるのが面白いんだよ。ワドを嫌いなやつとかさ、俺がさ、もうテルチャンミンにボコボコにされるのを期待してるわけでしょ。そういうのが面白いんだよ。プロレスだよ、プロレス。だから普段から俺強い自慢してる人とかどんどん出てほしいよね。俺最強とかさ。だから世界チャン、口だけなら世界チャンピオンに誰だってなれるわけじゃん。誰だってなれるぜ、俺強えって。
だからそれを証明するのが面白いんじゃないの。そうそうそう、素人同士のポコポコパンチでヘタレパンチがいいんですよ。ちなみにあの俺の YouTube チャンネル登録してくれたらあの練習中の動画とか見れるんで、あのぜひ見てください。チャンネルね、 YouTube のチャンネルは下に書いてあります。番組情報を見てみてください。結構面白くなると思いますよ。明日もちなみに、3時からドレさんとトレーニングやろうかなと思ってます。一番ね期待されてる試合がヒカルくんとセブンさんの試合が一番人気だね。ちょっとみんな誰の試合が一番興味あるか書いてみてアンケート取ろうよ。誰の試合が一番興味ありますか、この中で。俺はね、桃奈々の新曲が一番期待してるけどね。桃奈々の新曲でみんながドン引くところを見たいよ。会場が一気に冷めるっていうところ。あ、俺の試合ありがとう。いや、別に普通にあれだよ。あの、よいしょしてくんなくていいよ。一番気になってる試合でいいよ。うん、誰が一番盛り上がるかな。ドレさん具合悪いらしいですね。いや、わかんない、知らない。具合悪いの？マジで？俺もね、ここ3日間放送休んでたんだよ。そう、メンタルの調子が良くなくて、もうなんか鬱っぽい時は放送やるのやめようと思ってさ。里見さんの相撲はね、一番怪我があるのは里見さんの相撲じゃないかなっていう風に言われてて、本当に素人同士だし、女の子だと力加減とかわかんないし、体重差があるから、これ骨折とかするんじゃないかなっつって、ちょっと心配してんの、ここ。本気でやるから。素人のエロ動画好きも結構いるから、格闘技人気出るのわかる。あ、そっか、素人ものと一緒なのか、AV の。なるほど。そういう分析もあるのか。面白いね、タメ子さんね。誰が勝つかね。ちなみにね、結構メダルとかもすごいんだよ。便所太郎さんね、すごい準備してて、対戦相手に勝った人だけに贈られるメダルとかも用意してくれてんの。メダルこれかな。これがそのメダルなんだけど、結構凝ってるよね。ちゃんと捨て頃、2017年6月10日って書いてあって、裏側には、便所太郎フェスボリューム1捨て頃、インターネット配信格闘技祭新木場ファーストリングって、これもらえるっていいよね。これは勝った方しかもらえないから欲しいなと思ってますね。これは彼女の首に下げてあげたいんだよね。愛する彼女、マイスイートハニーにね。あ、なんだ、俺の嫁さんの首に下げてあげたいと思ってます。チラシいいよ、アップするよ。よいしょ。ほいな。どの辺アップにすればいい？この辺でいいかな。新木場ファーストリング。これで OK？ 170キロなの？ 160 キロだと思ってたわ。結構でけえな。結構でけえな。オッケー？チューマンさん。便所さんは今年165日配信するって言ってた。すごいね。俺300日ぐらいだと思うんだよな。結構休んでるから。365日ね、結構メンタル強くないとできないよ。配信者減らるからね。ツイッターにも上がってるからさ、チューマンさんもし気になるんだったらね、ツイッター見てみるといいよ。俺リツイートしてるから、この画像。ちょっと俺のツイッターに飛んでバーって見てみて、下の方とか画像タブを押したら出てくるから、
そろそろ家出ないとな。そろそろ家出ないと。リスナーさんと初めて会うから。金梅さんは、金梅さん出るよ。金梅さん出る出る。なんか、欠席とか噂が勝手に広まってるけど、金梅さんでやる気満々だよ。出る出る。意外と繊細な人多い。いや、ま、配信が好きな人が多いよね。結局、俺強いとか喧嘩自慢とかは一人も出てなくて、要は配信盛り上げようっていう気のある人しか出てないっていう、そういう印象かな、俺は。うん、だから企画として捉えてるんでしょ。俺もそうだけど、別にね、強いか弱いかって言ったら弱いに決まってるじゃん、配信者。そんなプロの格闘家じゃないから。だけど、まあ配信が好きなんでしょ。企画としてありだねっていう。そういう感覚だと思うよ。うん、ふわっちでゲーム配信で伸びると思う。稼げはしないかな。FX の人とか閲覧取ってるけど稼げてないでしょ。うん、ゲーム配信も稼げないとは思うけど人は集まるんじゃないかな。うん、っていうのも、ファンの人がお金を払うっていうのは、その人に対して好きっていう感情を持ってないと無理なのよ。でもゲーム配信者とか FX 配信者の弱点っていうのは、コンテンツがその人のキャラクターとか配信者じゃないのね。FX に興味があるとか、あとゲームに興味があるそうだから、その人にお金払う動機みたいなのが薄いんだよ。うん、俺ね、ちょっとね、メンタルの調子が良くなかったから、今配信しても面白い配信できないなと思って。パフォーマンスが悪い時は配信やめようと思ってさ。うん。やっぱやりたい時にやるのが一番いいと思ってるし、やりたくない時にやったらさ、リスナーさんに失礼じゃん。その配信者が乗ってるっていうのかな。やっぱプロ名乗るんだったらそこは絶対必要だと思ってて。ゲーム過程があんまり盛り上がってないのも気になる。難しいだろうな。うん。っていうのもさ、ゲームカテゴリー、難しいと思うよ、うん。ゲームで人集まっても食っていけないと思ってるからな、うん。で、ゲームで人が集まって食っていけるような人、雑談でも食っていけるんだよね。面白いんだよ。セクシンゴが他の FX 配信者と圧倒的に違うところってそこなんだよね。FX に頼らなくても面白いっていう。だから、極端な話、面白いことができる人は、雑談でね、ピンの放送で面白いことができる人は別に FX とかに頼る必要がないって考えてる。ゲームとかにコンテンツを自分で持てるわけだから、その方が幅が広がるじゃん。何やったって面白いんだから、その人自身にやっぱ興味持ってもらわないとダメだよね。俺はそう考えてるよ。永井先生は特にすごいことしなくても永井先生自体が面白いからファン。そう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 。別に永井先生雑談でもできるし、まあ本人が好きなことやってるのがたまたまスロットっていうだけでさ。別に雑談面白いからね。永井先生でも引退しちゃったんだよね、確か。もう。どんどん引退してるよね。外配信やろうかな。飯食い終わった後さ、東京の上野あたりでプラプラしてんだけどさ、上野で外配信する？機材持ってこうかな。なんか面白いのあるかな。もしかしたら、飯食い終わって夕方か夜、
上野で外配信するかもしれないです。ちなみに FX 配信はどういう系？ FX 配信は FX 配信でしょ。うん。ただ、その、俺があくまで興味があるのが雑談配信者だから、雑談とかその、なんつうの、顔出し雑談っていうの中の6タイプを分けたのよ。だから、それとは別ジャンルだよね。俺が興味のあるカテゴリーから別枠って考えてる。だから、歌ってみたとか踊ってみたとか、もう別枠じゃん。あれを雑談配信者としてカテゴライズしないのと同じように、そうそうそう、大枠が違うよっていう。ただまあそれを両方ともこなす人もいるけど、俺が興味あるのはそこじゃないんだよね。うん、桜？安彦さんいらっしゃい。桜？桜って桜？もう咲いてるよ東京。うん、咲き始めたよ桜は。桜桜なんだっけ、今咲き誇るだっけ。桜、春の歌ってみんな何の印象？あ、俺ね、中学校ぐらいの時に聞いたさ、ヒステリックブルーのスプリングって曲大好きなんだよね。ヒステリックブルー良くない？なんかボーカルの女の子可愛かったような気がする。うん、あと少しで黙祷ですね。そうだね。今日311だからね。何時だっけ？あと何分だっけ？黙祷まで。スプリング、スプリング。黙祷の時間調べようか。ちょっと待ってね。黙祷の、黙祷しましょうか。みんなで。忘れちゃいけないことだから。46分だね。46分。じゃあ、あと2分後に黙祷一緒にしましょう。黙祷します。ドラムかなんかやって、なんかマリファナかなんかじゃなかったかな。うん、1分ぐらいでいいかな黙祷は。うん、懐かしいよね。そうだよな、あれからもう6年か。すごいね。日本ってさ、その災害がめちゃめちゃ多い国なんだよ。災害が。この土地に生まれるっていうのの宿命みたいなもんじゃん。地震と向き合ってくっていうのは。ねえ。こんなね、地震が多い国で、だからこそ豊かなんだけどね。海があったり山があったり自然があったりするから。時間経つの早いね。本当だね。じゃあみんなで一緒に黙祷しましょう。もうすぐですね。あと1分ですね。はい、じゃあ黙祷します。1分間。
ありがとうございます。はい、黙祷ですね。やっぱりさ、なんだろう、忘れちゃいけないんだよね。人はいつ死ぬかわからないっていうことは。俺がそうだな、震災の時は千葉って結構でかかったんだよ。震度6強ぐらいあったんだけど、日本終わったって本気で思ったのはその時ぐらいかな。あ、日本って沈没するんだっていうぐらい揺れて、国道があったの。坂になってる国道がまっすぐこうバーってあって。で、揺れたらバリンバリンバリンってそこら中から聞こえんの。で、何の音かっていうと、地震が大きすぎて、お店のさ、なんていうの？ガラス？自動ドアとかのガラスがそこら中からもうバリン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 って聞こえんのよ。で、女の人の悲鳴がギャーって聞こえて、とんでもない揺れ方なの。で、どれくらいの揺れ方かっていうと、こう、まっすぐ坂になってるのが、こう、ドラゴンみたいにうねってるのよ。で、車がビーッつって全部止まってんの。もう進めなくて。いえ、とんでもない。こう、ブーってこう、うねってて、ドラゴンみたいになってるの、道路がだよ。で、うわ、うわ、うわってなって、そしたら水道管が破裂して、パンパンパンつって、こう、ブワーって、吹き出してるところが2個ぐらい見えんの。いや、液状化していくのよ、どんどん。バーって水が水道管破裂して。で、やべえやべえと思って。で、友達といたんだけど、友達の先輩がキャバクラをやってて、そこのなんか立ち上げの手伝いやってて、お事務所行こうぜつって友達と行ったら、もうずっと揺れてるわけじゃん。もうとんでもない揺れ方で。そしたら、なんだ、警報みたいなのが流れてて、日本列島半分、太平洋側、全部が津波警報出てんの。だからそれを見た時に俺、これ本当の感覚よ。日本列島の半分が全部ブワーって津波警報になった時に、あ、日本飲み込まれるんだって思った。本当に。本当に、本当にそう思ったよ。津波の量は日本全土をこうブワーって巻き込んでいくぐらいの津波が来るって。ああ、終わるんだと思った。本気で思った。それくらい激しい揺れだったの。震度6強で。でさ、福島の方の被害の方が強かったから、あんまりその千葉のね、被災ピックアップされてなかったけど、ディズニーランドとかももう水浸しになっちゃったりとか、結構ひどかったんだよ。CAD の教室通ってた。ほうほうほう。僕と、ああ、付箋ありがとう。多分本気出されたら日本は、まずなくなるよね。すごいよね。だから、あれは本当に、で、本当1ヶ月間ぐらい冗談抜きで、ずーっと揺れてるんだよ。震度4の地震が、ほんと10分おきとか5分おきとかにあんの。わかるかな、この感覚。都内だとね、震度4ぐらいだった。震度4か5ぐらいだったけど、震度6強ってなかなかな大地震だからね。あれ？福島の方って震度 9？ 震度 7？ どれくらいだっけ？仕事で CAD 使うから今日使ってた。はいはいはい。設計とかかな。いやー、あれはすごかったよね、本当にね。この世の終わりを感じたよ、マジで。忘れらんないよな。大江戸線で上野ってどこだっけ？上野に行かないといけないんだけど、大江戸線で上野行くにはどうしたらいいんだ？立ってられないっていうか、もうサーフィンみたいな感じだよね。ずっと揺れてんだもん、地面が。本当に。おうおうおうおおみたいな。さすがに立ってる。みんなしゃがんでたけど、俺は立ってたけど、おうおうおうおおおみたいな。おうおうおおみたいな。本当に。関西に住んでるからあまり被害なかった。関西に住んでたらあれじゃない？姫路、なんだっけ？なんだっけ？なんとか淡路大震災があるじゃん。そう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 。千葉のマンホールボコボコに出てたよね。俺、ほら、成田だったから。で、桜だったの。被災した時。で、漫画喫茶で働いてるの。すごかったよ。腰の高さまで本棚全部倒れて、腰の高さまで全部漫画。もう大変だった。1ヶ月間ずっと本2万冊をこう棚に揃えるっていう。阪神淡路か。あれもすごかったからね。高速倒れちゃってね。いやー、日本はすごいよ、本当に。本当にこの国の人はすごいと思うよ。ずっと地震と向き合ってきたんだもん。だから自然災害の怖さってよくわかってるからね。日本人って。全国のブックオフもやばかった。ああ、やばいと思うよ。本当に。
本当にやばかった。で、何がすごかったかって、成田って被災地の人から逃げてきて、営業停止したのよ、お店自体を3日間。だけど、その3日間俺本棚、要はみんな働けないわけよ。でも俺、ほら、なんつうの、アルバイターだったし、暇だったから働くっつって、店の本棚やってたんだけど、もうジャーナリストの外人とか、泊まる場所がないから、もういっぱい来んのよ。あと、被災地のおじいちゃん、おばあちゃんがもう震えながら、ここに泊めてくださいって言って。で、もう店長と話し合って、もう日本の非常事態だからお金取らないでオープンしましょうって。それが社会貢献になるし、会社の利益に絶対よくよくなるからって。もうここで店閉めますはダサいっすよって店長に言ったら、そうだなって言ってくれて、店長が。ですぐ本社に掛け合ってくれて、まあこういう状況で、もう本当に今壊滅状態だから店開けてくださいと、もう福島からすごい人が流れてると。成田の一個の満喫がだよ。もう溢れてんのよ。でもお金取らないで、ただで、そう、毛布とか全部提供して、フラットシート。ちょっと汚いですけどって言って。ここで、まあ2日ぐらい、めどが立つまでいていいですよって言って。そこの会社の、その店長の判断はすごいなと思ってる、今でも。耐震強化したよね、阪神。ああ、そうなんだ。まあそうだよね。あんな大地震来ると思ってないもんね。想定外ですよ。じゃあ皆さん、そろそろ終わりにしたいと思います。僕はリスナーさんと会いに行きます。柔軟性あると思う。あれはかっこいい判断だったと思う。一民間企業で、お金、売り上げを立てないといけないのに、人のためにやろうっていうふうになったのは、あ、かっこいいな、この会社って。この店長かっこいいなと思った。じゃあ皆さん、お疲れ様です。ありがとうございました。最後に、この放送を盛り上げてくれたスポンサーの皆さん、アイテムくれた人を紹介して終わりたいと思います。まず、新しいアイテム、お菓子くれた人ね。あ、匿名の人もいるからやめようか。皆さん、アイテムくれた人ありがとうございました。匿名の人も多かったんで、紹介はやめておきます。ありがとう。みんなおやすみなさい。おやすみっていうか、お疲れ様です。もしかしたら夕方、上野から配信するかもしれません。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。